はい、ということで、今週も、素敵なゲストが遊びに来てくれています。じゃあ早速紹介しましょう。浜尾京介さんです。チェンジカード転送。皆さんおはようございます、浜尾京介です。お願いします。何、どうしたの、朝から飛ばしてんじゃん。いやね、ちょっとね、もうギリギリですからね。そうだね、しかも今日日曜日だしね、日曜の朝だから、朝といえばじゃあ2人でお願いします。早速、いやいやいや、はい、せーの、ちょっと待ってくれよ。俺そこまでのテンションついてねえよ。聞こうよ。なんで、仕事でしょ。よっしゃ、どうしたの。よっしゃ、久々にやるな。ちょっとどっからやる。チェンジカード転送でしょ。あ、こっからね、うん、OK、分からん、全くトークが分からん。こっからいきまーす。いくよ、せーの、チェンジカード転送。間違っとるやないか、なんかぐだぐだ。まあね、アグリとハイトはこんな感じということでね。そうなんだ、こんな感じ。久々すぎてね、やり方忘れちゃったんだよ、はい、1年ぶりとか。1年ぶりですね。そんな感じ。1年ぶりどころじゃない、もっとかな。もう経ってる、もう経ってるよ、どっかの海賊がさ、力をね、取ったからね。そう、あ、かねちゃんわかんないか。わかんない、わかんない。そうか、でも今また違うでしょ、違うやつ始まったでしょ今ね。そう、違う、ね、もう新しい、うん、ね、大間さんが、ババリオとか出てるやつ。大間さんが守ってます、うん、はい、ということで、今週は魔を呼んで、はい、番組をね、盛り上げてもらいたいと思います。お願いします。じゃあね、いいですか。いいですよ。早速あのコーナー行っちゃっていいですか。いいですよ、行きましょうよ、はい、ということで早速行きましょう。神々やな。行きましょうって何。はい、最初のコーナーはこちら、ギリギリゲストアンケート。おーい、はい、ということで、うん、俺たちがですね、うん、マオに質問を、ぶつけていくので、なるほど、それに対してマオはテンポよく、なるほど、ポンポンとください。ポンポンポンとね。ポン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 と、はい、いいですか。はい、はい、はい、それではスタート。よ、趣味は。趣味はスポーツ。はい、好きな食べ物は。ハンバーグ。お、金崎、小野のそれぞれの第一印象は。金ちゃんはでかい、ケントは細い。はい、この仕事を始めたきっかけは。きっかけは劇団四季を見て、その役者さんに感動してなろうと思いました。ギリギリモーニング恒例の質問、恋人に求める条件4番目は何。4番目、うん、ゴミを捨ててくれる。何やそれ。はい、最近した初〇〇を教えてください。初一人焼肉。手に見ぬれの現場で嬉しかったことを教えてください。これはね、ちょうどその声楽4代目が卒業する公演、四天王寺戦の千秋楽の時にですね、うん、四天王寺のチームの方々が、うん、まあ、最後僕たちの曲、歌う曲があるんですけど、うん、その歌ってる時に、その四天王寺のみんなが袖裏で、うん、その声楽4代目ありがとうって書いてあるその段ボールをこう泣きながら僕たちに見せてくれたことがすごい感動しました。感動的だね、うん、はい、はい、テニミでのハプニングがあったら教えてください。ハプニングはたくさんあるんですけど、はい、一番のハプニングが僕のデビュー作日賀戦のちょうど初日の時に、うん、ラケットを本番中落としてしまって、うん、さらにこけてしまったこと、うん、おー、うん、じゃあ5年以内に叶えたい夢は。難しい。雑誌アンアンの表紙に載ること。おお、抱かれたい男とかになるわけですね。はい、はい、それではみんなにメッセージをよろしくお願いします。みんな大好き。はい、ということで以上、質問終了。はい、はい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 、ということで、はい、早速振り返っていきたいと思います。はい、趣味が。趣味がスポーツ。スポーツですね。スポーツ、特に何をするの、うん、スポーツね、今、まあ、舞台稽古中なんで、その、うん、あんまりできてはないんですけれども、うん、そう、一応そのランニングしたり、うん、走ってんの。走ったりしてますね、体力つけるために。いつもまあ5キロ10キロは結構走ってますね。すごいね、細いのに。うん、細いよ。どんどん細くなっちゃうよ。そん、いやでもケントより細くないでしょ。でもね、どっちもどっちだよ。有酸素運動するとね、ほんと痩せるよ。いや、ほんとに、うん、痩せちゃうよ。全身落ちるからね、しかも走ったりとかすると。でも最近この間さ、マオと久々に会ったじゃん、うん、プライベートで、うんうん、その時にさ、マオ痩せたなと思ったもん。本当に、うん、まあ顔が大人になっていったのかもしれないけど、うん、なんかちょっとシュッとしたなみたいな感じのイメージはあった。痩せたか。マオ今何歳だっけ。今20歳です。20歳かね。出会った頃は学生だったけどね、マオもね。16ですね。16だったの。16ですよ。テニメで俺たちね、初めて会って、うんうん、
あそうだちょうど2人いたもんね。そういたいたいた4代目だもんね。あの時丸やじゃあさ初対面逆に聞こう。じゃあ初対面どうだった。初対面覚えてないか。俺もさ全然若かったけどさ、うん、なんか可愛い子来たなと思ってた俺は。いやでも確かにね、なんだこれみたいな。顔は可愛らしい顔だよね本当に。うん真っ黒だったよね。あ黒かったかも。そう、うん、テニスやったんだっけ。そうちょっともう本当もう部活でテニスをずっとやってたので、うんうん、今ちょっと肌白くなってきましたけど、うん、当時は本当に黒かったんですよ。うん真っ黒で、うん、でみんなにお前黒糖かって言われててね。へー大変だった。かりんとうみたいな。そうそうそう細くて長くて黒いとねあんまいいイメージはないけどねそうだね、うんまあ、かわいい甘くてちょっと美味しい感 じ、 美味しい感じ、ね、サクサクしてる感じ。サクサクってどうかなそうだよね、はいはい、共感は得られませんでしたけども、はい、好きな食べ物ハンバーグということで。ハンバーグ大好き、うん、子供の頃から大好きです ね、 ねずっと言ってるもんね、うん、ハンバーグオムライスグラタン大好き。なんかおすすめのハンバーグさんとかあったりするの。ハンバーグ屋さんその近所 の、 その本当昔ながらある定食屋さんがあるんですけど、うん、そこは母さんがその会社で勤めてた時代よく行ってたところで、うん、そこを教えてくれて大人になって一人で行ってみたらすごく美味しかった。へえ。さっきもね一人焼肉って言ってたじゃん。そう一人で行動するのがね結構好きなんですよ、うん、あそうなんだ、うんまあ、友達と遊ぶのも好きなんですけど、うんまあ、一人でそのさっき言った一人焼肉も、うん、そのちょっと自分がその仕事で落ち着いて、うん、でご褒美として、うん、もうどうしてもお腹空いたからどっか行こうと思って、うん、で焼肉が食べたかったから一人でちょっと行ってみようじゃないかっていうことで一人焼肉をしたんですけど、うん、これがまたね、うん、つまんなかったんですよ。つまん、嘘。いやー、ね、とんでもない。じゃあ俺もね前回のピースメーカーの時に稽古終わった後一人焼肉したの初めて、うん、去年ね。でもめっちゃ面白かったよ俺は。本当ですか、うん、いや別にさ面白いことはないでしょ。いやいやなん違うんだって。あの自分の世界観とあの自分のペースで食べるの。そう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 。よし次は何焼こうかなみたいな、まあ、確かに焼肉って気使うからね。そう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 、 そう僕はそれを求めて行ったんですけど、うん、実際こう、まあ、一人でそのちょうどもう二十歳になってたので、うん、生一つとりあえず頼んで、うんうん、でいただきますって一人で乾杯して、うん、でまずお肉を頼んでいろいろで一人で焼いてて、うん、で周りはもう休日だったから、うん、そのカップルの人とか家族の人とかファミリーとかねたくさんいたわけですよ。なのに自分は一人でこうね黙々と焼いてね汁ご飯を食ってねつまんないとこれは美味しくないと。やっぱ焼肉とかその鍋とかはみんなで囲んで食べるのが一番いいなっていうのを学んだな。あまあね、いいこと学びましたね。まあね、いいじゃん、いい経験しましたね。ずいぶん大人だね今日はね。え？あれどうしたんですか？大人なポジション。やっぱね、ちょっと真央がねいるんでね。なんでどういうこと？え、ケンタはそういうのないの？一人焼肉したりとか。一人焼肉はないけど一人旅は行くけどね。一人旅？一人旅？うん、なんかそんなかっこいいこと言っちゃってる。キャラもない。いやいやマジマジマジ。行ってたよ僕。嘘。箱根も行ったし。うん八ヶ岳とかも行ったかな一人で。八ヶ岳ね、うん、一人でそうそう車でバーって行って、うん、あそっか何するの行って。え行って何するの。俺八ヶ岳ね結構好きで、うん、あの前小さい頃は毎年さ家族で旅行とか行ってたから、うん、その結構土地感が分かるから、うん、その美味しい料理屋さんとかを目的にこうバーって行って食べて、うん、でちょっと散歩して、うん、写真撮って帰ってくるぐらい。うーんいいね、うん、そこだしね。そういうのいいよね、うん、ないからな全く。かねちゃんはないんですか。ないね。でも一人で飯食うのはよくあるけどね。うん、うん、一人焼肉一人で寿司行ったりとか。寿司。そうそうそう。あでもね寿司はわかります。俺も回転寿司よく行きますもん。行くでしょ、うん、一人でカウンターとか座って あ, カウンターあれくださいみたいな、はい、そうそうそう。あえて回転してるやつは取らないっていう。取らない全部注文した。そういうことね、うん、それはなんとなくわかる。わかるでしょ、うん、そういうの面白いじゃん。はい、ということで続いて仕事を始めたきっかけ。はい、これは劇団四季を、うん、まあ小学校5年生くらいですかね、うん、そのお父さんが、うん、その劇団四季とか舞台を見るのが好き で、うんうん、で連れてってくれたんですよ、うん、お父さんとお母さんと僕と、うん、あと僕1個上のお兄ちゃんがいるんで、うんまあ、そのお兄ちゃんで4人で劇団四季夢から覚めた夢っていう作品を見に行ったんですけど、はいはいはい、ちょうどそのお父さんが S 席を取ってくれたんですよ、うん、一番いい席。いいね、1万2000円ぐらいするでしょ確かね、うん、そう結構高い席を4人分取ってくれて、うんで見に行ったら、うん、その当時小学校 5、6年でちょっと幼いじゃないですか、うん、幼いのにもかかわらず、うん、すごいそのストーリーだったり、うん、その役者さんに感動して、うん、
でもう最後終わった後みんなでスタンディングオベーションして、おー、うわーすごいっつって、でもいつかこんな感動させられるような役者さんになりたいと思って、うん、この仕事を始めました。へえ、うん、じゃあもうその頃から自分の進路というか将来の夢みたいなのはもう決まってたの？決まってましたね。それより前は結構ブレてましたけど、うん、何、子供の頃はじゃあ何になりたかったの？一番最初になりたかったのが探検家ですね。探検家って子供だね。それ職業？あの違う、僕たまにいるよね、いるけどね。僕ね、あのあれなんですよ、その、まあ、ちっちゃい頃映画とか見るの大好き で、うんうんうん、でもう好奇心旺盛だったから、うん、そのインディ・ジョーンズっていう映画があるじゃないですか。面白いね、うん、もうインディ教授に憧れてもう自分はあんな風に、ね、公園とか森とか枝持ってかなり探索しましたね、うん、へえ、うん、いいね。探検家、他には？探検家になろうとして、うん、で発掘家になろうとして、うん、まあ、恐竜も好きだったんで、うんうん、ね、発掘したいなっていうの で、うん、で次宇宙飛行士になろうと思って、おーすごいね。で次野球選手になろうとして、うん、でテニス、うん、テニスを始めて、うん、テニス選手、うん、プロテニスプレイヤーになりたいと思って、うん、これになった、うん、すごいね、いろいろあるんだね、子供の頃の夢ね。すごい、でもすごいロマンがあるね、全体的に ね、うん、ね、うん、ロマンがあるでしょ。俺とか大工さんとかだから、ね、子供の頃の夢大工渋いですね。それ何を見て？え、なんかね、おじいちゃんとかが自分の家を自分で建てたりとかしてたから、うん、あ、いいですね。そうで、物も作るの好きだったから、うん、大工とかそういうの、まあでもそういうの影響されるよね、やっぱり、うん、身近な人がやってるとね、うん、ケントはないんですよね。俺もね、結構いっぱいあったよ。あ、そう、うん、野球選手とかさ、サッカー選手とかさ、うん、スポーツ関係ない、うん、そうそう、ケントスポーツ好きだもんね、うん、レーサーとかさ、うん、あったけど、うん、あーでもレーサーいいね。俺でもだから生まれ変わったら、まあ、もちろんこういう仕事もう一回やりたいなと思うんだけど、プロゴルファーと花屋になりたい、うん、花屋何そのプロゴルファーは分かるけどさ、じゃあ花好きなんだよ俺、いろんなところで言ってんだぜ。え、花が好きなの？花屋になりたい。そうそう、好き好き。へえ。でもだから家にも結構今花とかすごい飾ってるもん。何の花が好きなんですか？なんだろうな、普通にあのガーベラとか最近家に置いてる。へえ。あのすごいね。でも入れ物があのビールの瓶とかだけどね。そこは兼ねちゃうんですね。そう、入れ物がないんで。そこは兼ねちゃう。なかなか。そう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 。はい、ということで続いて、はい、恋人に求める条件4番目は何？これね、ゴミを捨ててくれる人はどういうこと？もうパシリみたいな。わからない。いやでもさ、いいじゃないですか、ゴミがさ、こう溜まってるのも嫌じゃないですか、やっぱり。いや嫌だけど、自分で捨てればいいじゃん、そんな。いや、そういうことじゃなくて、まあ自分を捨てるのもそうなんですよ。あ、じゃあ分かった分かった、じゃあ4番目がゴミを捨てる人だったら、うん、1、2、3は何なの？それ聞いてるからね、うん、1番目は、やっぱり、何でしょう、料理を作ってくれること。あー、うん、うん、料理。次は1番目が、うん、その自分の考えてることを把握してくれること。何、悟られみたいな感じ。例えば、まあ、悟られこうさ、忙しいんだよっていう時にさ、うん、こう、あ、そういう空気とかで感じ取ってくれる、感じ取ってくれる人、うんうん、2番目が料理をしてくれる人、うん、3番目が、家事手伝い、家事手伝いで、4番目ゴミ捨てる。俺ね、うん、俺今ふと思い出したとか思いついた。4番目、うん、言っていい、うん、ティッシュを笑顔で取ってくれる。何それ、何それ、どういうこと？だからどうでもいいよ、もうそれ何。いや、これ結構さ、ない。何、俺結構家に、実家だからさ、まあ、家族みんないて、うん、でさ、リビングにこうやっていてさ、ティッシュまで、まあ、3歩ぐらいのところにあってさ、うん、その近くにさ、お母さんとかいるじゃん、ティッシュ取ってってよく言うじゃん、うん、でもすげえ嫌な顔されるんだよ、うーんってね。そう、自分で取りなさいよみたいな感じで、そうそう、なるんだけど、うん、それを笑顔で取ってくれたら嬉しくない？はい、そう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 、まあね、はい、まあね、まあ、それはわかるけど、まあでも、そんな大した、だって4番目だよ。それが4番目っていうね。結構重要な位置だよ、4番目って。いや、俺それ結構重要だもん。カネちゃんは何なんですか？俺、これさ、前もなんか言ったよね、こういう話したよね。俺なんて言ったっけ、なんだろう、俺なんて言ったんだろう、俺なんだろう、俺逆にみんな覚えてんのかな、俺なんていうかね、スタイルって言ったのかな、俺。あ、言ったかも、いや言ったわ、スタイルって書いてある。あ、言った言った、言ってた言ってた。逆にだから俺1番とか2番がそういう料理ができる人とか綺麗好きとかそういう感じだって、うん、そう、4番スタイルだったかもしれない、うん、そうそうそう、スタイルね。そう、
なんか理想の体型とかないの？そういう理想の体型、うん、女性にとってかっていうね、ルックスとかあんまり気にしないんですよね、うん、性格嘘つけよ本当に嘘だろ。だってだ基本さ、これからさ、もう付き合うかもしれない人がいるとしまして、うんうん、で一緒にずっと行くわけじゃないですか、一緒にいるっていう、うんうんうん、でそういう面に関しては、うん、やっぱり性格が、うん、その自分と合ってないと続かないわけじゃないですか、うん、はいはい、だから性格重視、うん、しっかりしてますね、はい、まあ、今日はでもちょっと裸にしていきたいんでやめてください、はい、やめてくださいよ。本当にあの違う番組でしたけど、血祭りっていう言葉をね使いたいな。血祭り怖い怖いな。はい、続いて手に身でのハプニング、はい、手に身でのハプニングは、はい、そのちょうど僕のデビュー当時、比嘉線の初日ですね、うん、だから僕の初めて の、 そのお仕事がミュージカル、うん、テニスのお仕事、うん、みんな出てたの、俺も出てたの、そう、そうね、ケントもカネちゃんも出てた公演で、うんうん、もう本当に緊張、今だけの話すんごい緊張してて、うん、もうどうしよう、始まっちゃったと思って、うん、とりあえずその最初のセリフは、まあ、噛んじゃいます。噛んじゃったんだ。噛んじゃったんですよ最初なんていうセリフだった、ちなみに。ね、最初はね、覚えてる、なんだっけな、あの空気のトレーニングをしてる、あ、じゃんじゃじゃん多いし聞いてよのくだりですね。どこ噛んだの。あ、空気を薄くしたトレーニングをなんとかなんとか、 あ、うん、あそこがねまず噛みまして、うん、でその後のその声楽の曲、ブランニュー声楽っていう、うんうん、そのダンスで、うん、まずラケットを落とすわね、転んじゃうわあ、そうなんだ。いろいろハプニングがありまして、僕のね菊丸、初めての菊丸の試合もあったわけですよ、うん、甲斐裕次郎と戦う大事なシーンもあって、うん、でまあ無事に公演が終わって、うん、でみんなで初日乾杯、うん、でお酒をね、うん、お疲れ様でしたっていう乾杯があるんですけど、僕は一人、まあ、当時16だったんで一、うん、人泣きながらオレンジジュースを持って乾杯してましたね。超可愛いじゃねえか、ね、まあでも菊丸はね結構動き激しいからね、ラケット回したりするんじゃん、だから落としちゃうっていうのも分かるけどね。でもねやっぱね、あれがあったから今があるんかなって思う。大人になったね、随分とね。ちょっと俺一つ言わせてもらっていい？はいはい、あのさ、カネ、はい、ちゃんに謝ってほしいことがあるんですよ。何ですか、何ですか、何ですかって言っちゃった。何言ってんだよ。カネちゃんやばいっすね。あのさ、あの曲なんだっけ、ダラララララの曲なんだっけ、ダラララララ、あの早い曲、え、ダララ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 ラ、そう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 、なんだっけみたいなやつ、何ですか、皆さん、皆さん何ですかこれ、あれ、勝負とはって、あれ、あの曲だっけ、なんだろう、それだよね。予測のつかない未来でしょ。そう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 。なんだっけ？その曲がどうしたの？ヒートアップ？え、何これ？なんだっけ？ヒートアップじゃない。崖っぷちギリギリ。じゃあ崖っぷちギリギリの次でしょ？続き。ここからが俺たち。うん、あ、そう、ここからが俺たち。の曲の時に、あれさ、ダンスめっちゃ激しいじゃん。激しい。でさ、最後。なんか俺の踊ってたら、うん、頭に頭に何なんかすっごい衝撃が、なんか踊ってたから分かんないんだけど、なんかが当たったの多分、うん、めっちゃ痛くて、やべ、照明落ちてきたと思ったの俺はね、うん、踊ってるし、うん、照明落ちたら死んでるよ。でもういっちゃって思いながら踊ってて、うん、パッて見たらカネちゃんの靴なんだで、左見たらさ、カネちゃんが片方をさ、鼻ってさ、踊ってんの。あったね。っていう時期あったでしょ。あったあった。どうしたのそれ、なんで脱げたの。いやいや、俺いつもね、だから完璧にもうめっちゃキュッて締めるの、うん、きつくして脱げないように、うん、その時多分ちょっと緩かったんだろうね、踊ってる最初に脱げて。でもあの履くタイミングないから、うん、あ、もうどうしようって踊りながら考えるじゃん、そういう時ってさ、うん、結構一気にガーって思考、うん、張り巡らされて、うん、でもこれはもう袖に履けるしかねえみたいな思って、うん、だから振りの途中でスーッと飛んで袖にバッて横投げしたのがピッて、でそれでそのまま袖に入ってくれと思ったらケントの頭にガーッと向いちゃう結局靴も履けられなかったっていう。あれマジ痛かったからね。
あったね、たるんでましたね。いやどうもすいませんでした。靴たるんでたな。たるんでたね、靴たるみっぱなしだったよ。そんな話ですよ。はい、ということでありがとうございます。はい、はい、じゃあこの後引き続き真央には番組に参加してもらいたいと思います。はい、お願いします。以上ギリギリアンケートのコーナーでした。お続いてのコーナーはこちら、じゃじゃん、ギリギリペテンシー。おはい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 、はい、バーチョンのコーナーでしたけども、はい、バーチョンはいませんが、うん、どんどんやっていきたいと思います。今日バーチョンがいないんですね。そうなんですよ、ずる休みしてるからね、あいつ。ねえ、いつもいないですね。そんなわけがない。はい、ということでここにね、3本のヘリウムガスがあります。お前回もやったんですけどもね。何ですかこれは。なんか見覚えのあるヘリウムさんがいますよ。ヘリウムさんのコーナーですよ。このね、3本のヘリウムガス、僕たちが1本ずつ選んで、うん、それを順番に吸って、うん、で誰がこの中に1本だけ実際あのヘリウムが入ってる缶があるので、うん、実際誰が吸っていたかをあのユーザーの皆さんに当ててもらうというコーナーになっております。ということでね、早速あのニコニコ電話の受付をスタートしたいと思います。はい、はい、ニコニコ電話スタート。3分の1ですね。そうですね、これであのユーザーさんが、はい、あの誰に実際ヘリウムを吸ってたか当てることができたら、うん、僕たちから、まあ、好きな人から、まあ、朝なんでね、目覚めのいい愛のメッセージをあの皆さんに届けるんで、はい、ぜひ、当ててほしいなとも思うんですけども、うん、なかなか繋がらないですね。ヘリウム吸ったことある？ないよ。ない、うん、初体験だね。初体験、初ヘリウムだ ね、 そうですね。この人あのプロだから、もう名前にもヘリウムって入ってるぐらいだからね。どういうこと？任せてくださいよ。この番組ではね、ヘリウム小野って呼ばれてるから。あれ芸名変わっちゃいました。すごいね、いつの間にか浸透してしまったほらコメント見て、ヘリウム小野、ね、ヘリウム小野しか流れてない。弾幕がすごいね。このコーナーで以前もやったんですけど、はい、このコーナーでね、名前がついちゃった。このコーナーは俺強いよね、本当に。そんな自信ある？自信あるよ。なかなか電話繋がらないです。お、来た来た。もしもし。わもしもし。どうしよう。お名前は、これは何て読むんですかね。あ、副交感神経さん。副交感神経を感じるっていう感じなんですけど。はい、感じるって感じ。いや、鈴木で、鈴木さん。思いっきり変わりましたね。無視ですね。あ、なんか。だいぶ舞い上がってますね。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。おいくつですか、鈴木さんは？17です。17歳。高校生？あら、今日は休みだ。今春休みで。春休み。いいね、はい。もうすぐ新学期だもんね。そうだ、いいよ。いつから始まるの？はい。学校は？スプリング。恥ずかしい、なんだか。あ、切れないね。いつから学校始まるんですか？はい、4月の5日から始業式です。4月5日。すみません。17歳ってことは次は高校3年生になる。はい、はい、受験生になります。そっかそっか。どこから見られてるんですか？東京なんですけど、はいはい、もう神奈川県と間で一本前の川を行ったらもう神奈川県になります。ああ、じゃあちょっと境目でね。そういうところに。まあ案外近いね。近い。いやでも17歳いいですね。あ、すいません。高校生か。ねえ、じゃあ誰がヘリウムを吸ってるか当ててもらいたいんですけどもね。うんうん、はい。あのぜひあのガチで当てに行ってください。あ、これ、はい、俺家庭選んじゃったけどいいかな。うん、大丈夫。はい。ということで。じゃあ、鈴木さんにはちょっとね、順番に見てもらいたいんですけども、一人ずつ、はい、ちょっとまずは先に僕たちが自分の自己紹介、名前を言うので、うん、その後にヘリウムを吸ってもう一回同じ言葉を、言いますので、見てってください。はい、はい、ということで誰からいく？はい、はい、最初はグッジョンケンホイエクシュー、かんちゃん。はい、俺から。じゃあ、ということで、はい。おはようございます、金崎健太郎です。じゃあ吸います。はい、おはようございます、金崎健太郎です。はい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 、はい、ということで続いて、はいはいはい、はい、続いて、じゃあ僕いきます。おはようございます、浜尾京介です。吸います。おはようございます。
ちゃんと一回一回おはようございますって言ってくれるちゃんと返してくれ。おはようございます、浜岡祐介です。はい、ということで続いてケントに行きたいと思います。やる気あんの？おはようございます、小野ケントです。おはようございます。返してくれるの？おはようございます、小野健太です。あれ、はい、はい、ということで鈴木さん誰だと思いますかね。結構あのコメントも参考にしてもらって、結構コメントだと健太っていう声が多いかな。さすがヘリウム小野さんですね。プロですね。プロフェッショナル。普段これでお金稼いでますから。そうなんですよ。これがなくてもやっていけないんですよ私は。商売道具ですからね。ヘリウム芸人ですからね。ヘリウム芸人ですから本当に。芸人ではないと。はい、ということで鈴木さん誰だと思いますか。当てればあの僕たち好きなメンバーからあの愛の目の覚めるメッセージを届けますので。じゃあ誰だと思いますか。じゃあコメントを信じてヘリウム小野さんで。おお、もう変わっちゃいましたよ、名前がね。ヘリウムさんに。ということで、じゃあ次はあの全員が一斉に吸ってで、実際あのガスが入ってた、吸った方しか喋りませんので、はい、はい、じゃあいきます。すみません、はい、せーの。どうもヘリウムさすがですね。さすがプロフェッショナル。ありがとうございます。さすがだな、ね、想像以上にね、今声変わったわ。変わってね、だいぶ変わってたね。びっくりした。おめでとうございます、当たりですよ、ね、当たりましたね、鈴木さん、おめでとうございます。はい、はい、ということで鈴木さん、誰から愛のメッセージをいただきたいですか。じゃあゲストの真央くんです。おお、僕でいいんですか、はい、俺じゃねんかい。ヘリウム当たったらね、ヘリウム小野じゃなくていいんですか。ヘリウムさんの仕事はもう終わったからね。これだけの役割、これが仕事だからね。そう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 、はい、ということで真央から、俺間違えた、真央から鈴木さんへ向けて目の覚める、はい、愛のメッセージをカメラに向かってお願いします。はい、どうぞ。おはようございます、今日も一日頑張りましょう。一日頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ということで鈴木さん、この後も番組、ごゆっくり見て楽しんでください。はい、あー、もういい体験でした、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。はい、ということでもう続いていきますか。はい、はい、じゃあ続いてもう一回、ニコニコ電話募集したいと思います。はい、どしどしかけてきてください。じゃあスタート。これね、さすがだね、ヘリウムさんね、やっぱりね、すごいね、持ってるね。持ってますね。持ってるね、俺、持ってるね、じゃないでしょ。さて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 、吸ってみたい感じもあるでしょ。うん、吸ってみたい。でもこれはあの誰になるか分かんないからね。ちょっとじゃあ今選んでもらって。でもさ、ヘリウムってさ、高くなるの低くなるのもあるでしょ。それは吸ってみないと分かんない。分かんない。はい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 、じゃあこれ、はいはいはい、はい、電話来ませんね。うん、受付中ですよ。はい、どしどし電話してきてくれね。なかなかね、電話できる機会ないからね、うん、そうですね、こういう番組ないとね、うん、はい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 、お、来た。お、もしもし。もしもし。おおおはようございます。おはようございます。ネガティーブさん。スティーブ、お名前はネガティブさんでいいんですか、これは。あ、はい。お、はい、おいくつですか。16です。おぉ、もう16歳。若いね、なんか今日16ということは。ネガティブさんも高校生。あ、高校生です。おぉ、いいですね。どこから見てるんですか。群馬県です。群馬県。群馬県。ちなみに制服はブレザーなんですか。セーラー服ですか。あ、ブレザーです。ブレザー、いいですね。どっちが好き、セーラー服とかとブレザー。いや、ブレザーですよ。ブレザーが好き、どっちが好き。そう、俺セーラー服好きなんだけど、普通に。あー、セーラー服、中学校の頃ね、セーラー服だったよ。あ、本当に、中学の時。
ね、はい、どうでもいい質問広がりませんでした。ちょっと個人的にちょっと気になっただけです。はい、ということで早速いきたいと思います。はい、ネガティブさんは今見ててくれてました？はい、え、見ててくれてました？見てました。ということで僕たち3人が、はい、どれかの実際ヘリウムが入ってるやつを吸って、誰が実際に吸ってるかっていうのを当ててもらいたいんですけども、うん、はい、じゃあ早速行ってもいいですか？はい、はい、じゃあ僕からいきますね。うん、はい、ポンポンポンといっちゃうらしいんで、はい、じゃあおはようございます、金崎健太郎です。おはようございます。おはようございます、金崎健太郎です。はい、ということで続いて、はい、はい、僕いきます。おはようございます、浜尾京介です。いきます。おはようございます、浜尾京介です。てめえやる気あんのかよ。おいお前役者だろ。まあ、いきますよ。はい、あ、俺なんか言わなきゃいけない。はい、どうも、ヘリウムオノです。あ、もう名前も変わっちゃった。どうも、ヘリウムオノです。はい、ということで、ネガティブさん、誰が吸ってたと思いますか？いや、僕ですよ、これは。お前はもう真っ先にないよ。さてさてさて。はい、誰でしょう。ユーザーの皆さんにもね、ちょっとね、そうだね、ヒントをね、うん、ヒントというか、ほら、マオって書いてよ。マオ一人もいないね。はいはいはい、はい、俺が多いかな。まあケントが多いね、比較的ね。はい、誰だと思いますか、ネガティブさんは。え、ヘリウムオノさん。はい、ということで、はい、じゃあ次もね、実際に吸ってる人しか喋、らないんで、はい、じゃあ真央、はい、3人制に。まあお前もうダメなのかな。なんでよ、はい、じゃあせーの、はい。俺だよバカ野郎。さすがですね。さすがですね。ヘリウムさん。なんだ、持ってますね、やっぱりね。すごいね。すごい。まずこのさ、3分の1を引いてあたりから持ってくるね。だってね、今ね、俺が渡したわけじゃないよ。引いてもらったんだよ、わざわざ。こうやって順番に。なのに、わざわざ当たりを引いてくれたんだよ。そう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 。安定のヘリウムって書いてある。はい、ということで、ネガティブさん、ぜひ当たったので、誰に愛のメッセージを言ってほしいですか？はい、カネちゃんです。俺じゃねえんかい！またもや？いいんだよ。え、俺？俺？いいんだよ。カネさん。ありがとうございます。じゃあ、じゃあちょっと、はい、名前なんて言うんですか？カネ先。お前わざわざ吸って邪魔してんじゃねえよ、こら。名前なんて言うんですか？名前です。はい、下の名前ですか？はい、ネガティブです。はい、おいおいおはようございます。やかましい。早く言え。はいはい、お名前、下の名前は？下の、あ、はい、ミッキーです。ミッキー？ミッキーミッキーか、ミッキー。僕ミッキーだよ。違う今の嘘でしょ。違うミッキー。さすがやな。はい、ということで、ミッキーさんに向けての愛のメッセージ、誰も振ってくれないから自分で始めたいと思います。はい、朝目覚める刺激の刺激の一言まで。刺激の一言。ミッキー早く起きろよ、もう学校行く時間だよ。今お前今年の4月でもうあれだろ、高校2年生になるんだろ。はい、早く大人になって俺と一緒にデートしようぜ。大人になったらどこ行きたいんだよお前。言ってみろよ。大阪行きたいです。大阪、そんなのすぐ連れてってやるよ。俺が背負って連れてってやるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ミッキーさん、どうでした、どうでした、どうでした。俺まだなんか声変じゃない？へへ、まだ変だよね。もうね、これ今普通に喋ってるからね俺。マジで。さすがヘリウム。もうだってもう実際の声すらもうヘリウムの声になってるね。本当にさすがヘリウム小野さん。はい、ということでミッキーさん、この後も引き続き番組見てください。はいはい、じゃあ勉強頑張ってね。頑張ってください。頑張って。頑張ります。ありがとうございます。
はい、ということで、以上、ギリギリペテン師のコーナーでした、はい、好きな言葉は月指です。好きな言葉は参勤交代です。好きな言葉はでんぐり返しです。続いてのコーナーはこちら。何もくれない。ギリギリ 10% 当てろー。今日も今のは。うん、はい、このコーナーはユーザーアンケート機能を使ったコーナーです。はい。はい、出演者は5から 10% 以下になるね。はい、あの2択の問題を出します。うん、はいはいはい。はい、なるほど。1がはいで、2がいいえ。分かってる、それは分かってる。どうでもいいよ。お前、ね、台本の丸々読んじゃってるんだよ。2択で、2択で、あの5から10だった人が1ポイント獲得となりますので、OK ですか。OK ですよ。で、これでね、これね、一番ヘリムさん、ね、獲得ポイントが多かった方には、うん、ご褒美がありますよ。ご褒美、何ですか。こちらですよ、どうぞ。おー、そうやん。いちご。すごい、真ん中にこれ何が乗ってるの。これはフルーツタルト、いちごのタルト、いちごのタルト、タカナカみたいなの乗ってるネギみたいな漬物みたいな、漬物みたいな、なんだろうこれは。これ何ですか。これは何でしょうね。まあまあまあ、それも楽しみの一つということで進めていきますかね。はいはいはい、みんな準備はよろしいですか。お通しみたいな。はいはいはい、進めてください。聞いてください。はい、大丈夫です。はい、しっかり。なんだよ。ヘリムさん、でんぐり返しなってねえじゃん。今吸ったんですけど、なってないです。もうなくなっちゃった。それではまあじゃんけんでね、うん、順番を決めていきたいと思いますよ。はい、はい、順番ね、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、負けた。じゃあ俺2番目、うん、3番目ね。はい、ケントが、質問を考えて、ユーザーの方に、はい、いいえで、5% から 10% になる質問を考えてください。難しいね、5% から 10% の間ですからね。ですね、いきますよ。はいはいはい。僕、まあさっき、ハワイに行ったっていうことを言ったじゃないですか、はい。僕3月の1日から7日の間まで行ったんですよ。はいはい。その間にハワイに行った人。え、3月の1日から7日までの間にハワイに行った人。はいはい。ということで質問大丈夫でしょう。ハワイに行った人、ちょうどね、時期が被ってたって人ね。そうそうそう、はいはい。これはね、結構いいぐらい。あ、待って、待って。あれ、しまったの。今お前、しまった。今めっちゃコメント打ち込んでるんだから。そう待ってとかなしだもん。そうだね、そうだね。優柔不断だね。はい、ということで、よろしいですか。はい。はい、ということで、3月1日か1日から7日までハワイに行ってた人。うん、まあ、その中に1回でも行ってればいいから。1日でも。まあね、はいはいはい。アンケートスタート。スタート。へぇ。いや、俺これ3月にしとけばよかったな。3月1日か7日だと少ないよね。いや、どう、まあでも分かんないよ。意外と行ったりするのかな。どうだろうね。まあでもちょうど休みの人とかもいるかしね、うん、ちょうど卒業式終わってみんなで卒業旅行的な感じで行ったりとかする人もいるかもしれないし、はい、うん、結果が出たようなので、はいはい、うん、結果発表お願いします。はい。あはは、惜しい。惜しい。マジで49%。さすがですね。持ってますね。惜しい。うっそ。 0.1% 足りなかった。うそでしょ。これさ、絶対ズルしたでしょ、スタッフさん。スタッフさんズルしたよ、これ絶対。裏でね、操作しちゃった。いやー、すごいね。 4.9 はないですね。ねえ、すごい確率だね。まあ、いやしょうがないですよ。はい、次次。続いて、じゃあ僕かな、うん、はい。じゃあ、まあちょうどね、今日東京はめちゃめちゃ快晴で天気がいいんですけども、うん、まあまだ桜は咲いてないですけども、今日、桜を見に、花見に行くって人、これから。桜を見、まあ、全国的にはね、高知とか静岡とかも、ね、ね、桜咲いてるらしいから。あら、本当ですか。そうそうそう、まあ、梅とかでもいいんだけどね、うん、まあ、時期的にはちょっとずれてるけど、花見に行くって人、アンケートスタート。北海道雪降ってるらしいよ。まあね、北海道、ね、本当ですか。でも 5% から 10% だからね、それを考えると、全国的に考えるといるかもしれない。いや、いるでしょう。東京は今日ね、あったかいぐらいだから ね、全国的に考えたらいい、うん、そうだよね、うん、でも東京もね、桜のね、その、うん、
何でしたあのつぼみね、つぼみがね、でかくなってきてるね、だいぶでかくなってきてるね、もうちょっとで咲く。はい、ということで大丈夫かな、いいですかね。はい、じゃあ結果どうぞ。おい、うわおー、ごめん、ほらほら、ありがとうございます。すごいね、5.5% いるんだよ。いますね。ね、そうだね、意外といるんだ ね、 ね、もう今日天気いいもんだって、うん、東京とか、まあ、昼間だったらできそうだもんね。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて真央から、はい、ちょうどあの僕とかねちゃんも出演しているピースメーカーというその舞台がですね、うん、ちょっと新選組の話なんですが、うん、まあ、その新選組にのっとってですね、うん、あのちょうどその話の内容にも入っているその6月5日その新選組が長州藩士を切り込んだその池田屋っていうところがあるんで、場所があるんですけれども、うん、そこがまあ現在その京都の跡地がね、うん、その居酒屋さんとなって池田屋っていう居酒屋さんとなってるんですけれども、はい、そこに一回でもいいから行ったことがある人、これはね多分ねごく少数の方いると思うんですよね、うん、池田屋 事件があった実際の場所に池田屋って居酒屋ができてるね。そう、そこに一回でもいいから行ったことがある人、うん、アンケートスタート。池田屋っていう居酒屋ね、うん、行ってみたいんですよね。行ってみたいね、うん、どういう感じなんだろうね。何なんですかね、うん、結構いんのかな。コメントだと結構いそうって書いてるけど ね、 そうですね、うん、まあ、でも新選組とかさそういうの好きな人は行ってるかもしれないです ね、 行ってるよね。歴史最近ね、うん、ファンの人多いもんね、新選組とか本当、うんうん、お出たかな。結構さっき普通の結構普通の居酒屋だよ、居酒屋だよってコメント本当ですか、うん、そうね、ちょっとね普通の居酒屋らしいね。あ、そうなんだ、ね、行ったことは知ってんの。え、俺、うん、俺ない、言ってた、あ、行った人が。あ、はい、じゃあ結果、はい、結果、結果、どうぞ。お、お、9点、入ったんじゃない、 9.9%、うん、ということで、さあ、じゃあ真央1ポイント、俺1ポイント、ケント0ポイントだよ。あれあれで 4.9% だよねさす逆にすごいけどね。分かった、はいはい、ね、あーちょっと待って、ん、今こ3人手に見れてるじゃん、うん、だから逆に、うん、手に見を見たことがない人。あー際どいよこれは。でも2人ともねヒーローとかもやってたから、そう、はいはい、そういう関係で、ね、際どいと思うんだよね。この番組を知ったって方もいるかもしれないから、はいはい、それでいこうじゃないですか。はい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 、テニミを一回も見たことがない人でいいのかな。そうそう、DVD じゃなくて、うん、実際に実際の、ね、あ、劇場で、うん、劇場で、はいはいはい、テニミを劇場で見たことがない人、うん、どうなんだろうね。劇場でって言ったらどうなんだろうね。え、結構みんな見てんじゃないの、わかんないけど。まあまあ地方公演もたくさんあるしね、うんうん、どうなんだろう。じゃあそれ行きましょうか、うん、はい、行けますかね。じゃあそれで行きます。はい、アンケートお願いします。ドリライも含め、え、ドリライも含む、うん、いいの、はいはい、どうなんだろうねこれはね。結構もうテニミュー自体はもう7年8年9年ぐらいやってるし、ね、そうだよ、長いですよね、まあ、僕らが出てなくてもいいってこと。テニミュー自体が、そうそう、テニミュー自体だから今のセカンドシーズンでもいい。はい、大丈夫ですかね、結果発表しても。はい、結果発表です。お願いします。もうケント。はい、次次。いるんだよ。次。こんなにもたくさんの方がね。はい、ということで続いて僕が行きたいと思います。そうですね。僕はあの山口県出身なんですけども、これはちょっとね見てほしいなと、見ててくれてほしいなとちょっと願いなんですけども、山口の方、今山口で見てるという方、アンケートスタート。これね 5% ぐらいいるんじゃないかなと思って。そう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 、ちょっと今ねその一生懸命ねカレちゃんがね説明してる間ね、うん、ケントはね隙を見て水飲んだんだけどね、水思いっきりこぼしてるっていうね。そうそうそう、いい年して水こぼしてんじゃねえよ。違う違う、あれ一つ言っていい、うん、ヘリウム吸ってからさ、うん、喉がめっちゃ痒いんだよいいじゃんヘリウムだから、はい、
本当にそれが仕事だろ。びっくりするぐらい喉にあんま良くないよ。はい、アンケート大丈夫ですか、はい、アンケートスタート。いや見ててほしいな、ね、っていうかさ、これさ俺が進行するコーナーじゃん、うん、俺一切進行してないよね、うん、おい本当余計なことしかしてねえよ。水こぼしたりちゃんと進めて。はいはい、わかりましたよ、はい、今回そのキャラ、はいはい、その結果発表しても大丈夫ですか。じゃあお願いします。あーでも 2.4% これ 2.4% ってどんぐらいなんだろうね。全体が何人ぐらいかも、ね、知りたいよ ね、 うんね。はい、ということでありがとうございます。はい、はい、続いて真央ちゃん、はい、僕いきます、はい、まあ簡単にいきます。うん、さっきの商品がいちごのタルトということで、うん、豪華ね。今朝、はい、今朝ですよ、はいちご、はい、を5個以上食べた人。5個以上、うん、ここがポイントになってくるよ。5個で5個、5個以上食べた人。いちご5個食うか。食えるでしょう。いや俺食わない。3つぐらいだよね、うん、そう食ってもね。そうだからその5個以上食べた人アンケートどうぞ。俺いちごってもう1個食ったらもう満足しちゃうんだから。それはない。いちご好きの方で多分いると思うな。また俺進行してねえ。ちょっと横からチャチャしか言ってない人が喋ったことに。結果発表しても大丈夫ですかね。お願いします。おお、すげえ、すげえ、 10%? すごいね、ちょうど 10%? ちょうど 10%。 やったすごいすごい。でもさ、5個以上食べたって人が 10% 以上いるんだね。ね、うん、これでもね、実はね、裏で仕組んでるから。ちょっと、ちょっと美味しい感じに夢のないこと言わないの。バッテリーは嘘ですけども。嘘だよ、嘘。すごいね、でも10%。おめでとうございます、ね、やったよ、はい、おめでとうございます。ということは、はいはい、いちごのタルト、はい、差し上げちゃいましょう。はい、お願いします。やったー、これすげー美味しそう。これ何この上の、見てくださいこれのなやつ。ないほら、美味しそう。めっちゃいい匂いするもん、いちごの。これじゃまず上のやつ食べな。まずはじゃあ上のやつね。上のやつ、なんだろう。おい、ちょっと待ってよ、ねえ、俺が勝ったんだよ。上のやつ食べない。ちょっと待って、上のやつ食べてって言ってる隙になんでみんな俺の食べるのねえ。いちご超うまいんだけど。いちごうまい。上のやつ何？上のやつ美味しいだろ。はい、ちょっと待ってよ。楽しみにしてたのに。ちょっと待ってよ。これ何この？わかんない、食べてみてよ。わかんなくなった。なんか何、ピーナッツみたいな、そういう感じの。違うでしょ。ひまわりの種とか。ひまわりの種こんな色してる。いただきます。ピスタチオ、ピスタチオみたいな味する。タルトの部分食べなきゃ。うん、うまい。そうだよ、生地食べる。生地ん、生地のタルトの部分。はいはいはい。うん、うん、おいしいだろ。おいしい。なんか言えよ。いて、はい、はい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 、はい、ということでありがとうございました。以上、優勝は真央くんでした。はい、おめでとうございます。以上、ギリギリ 10% 当てるのコーナーでした。はい、はい、この後は、ユーザーの皆さんから届いたメールを、紹介していきたいと思います。今回は、はい、ハッピーになれる写真ということで、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、うん、早速、真央から読んじゃいます。はい、メールを読んでください。はい、リーさんからです。はいはい、かねちゃん、けんとくん、まおくん、おはようございます。おはようございます。今回の募集テーマであるハッピーになれる写真ですが、うん、私はこの写真を見てるといつも心がほっこりしてハッピーになれます。うん、写真はこちらです。おすごいですね。この四つ葉のクローバーは、うん、私が大学に入りたての時にキャンパス内を大学で知り合った友人と散歩していた際に見つけて写メを撮りました。すごいね。この四つ葉のクローバーのおかげなのか、とてもいい友達と巡り合え、うん、勉強は大変で嫌だけど、うん、大学に行くのがとても楽しくて日々笑顔です。幸せ幸せ。うーん、PS、 かねちゃんにはなんとなくお願いがあります。テヘペロってしてください。そしたらもっともっと幸せになれます。かっこ笑い。
さあ、かねちゃん、はい、テヘペロってわかりますよね。まずテヘペロってよくわかんないよ、俺。テヘペロって最近流行ってるよね。てか昨日ね、番組でもやってたんだよ、夜。なんかテヘペロについてみたいな。そう、僕もね、見ました？見てないですか？やったんですよ、番組で。はい、いいからやれ。反応がない。え？いいからやれ。いや、でもテヘペロって何なんだよ。テヘペロってどうすどうすればいい？テヘとペロだよ。テヘペロ。ああ、そういう感じね。はい。うん、どうぞ。テヘペロ。下がちょっと多かったね。下の滞空時間が多かった。滞空。さあ、コメント汚いって書いてあるぞ。リーさん、ありがとうございました。こういう感じではないんだろうね、本来はね。もっと可愛らしい感じ。そう、こういう時にテヘベロ使うね。じゃあお願いします、マオも。はい、3、2、1、はい、はい、テヘベロ。はい、はい、じゃあケントも流れでお願いします。はい、はい、はい、ということで続いてのメール紹介いきたいと思います。はい、ケント呼んで。はい、はい、かねちゃん、ケント君、ゲストのマオ君、おはようございます。おはようございます。私のハッピーになれる写真は、去年母と沖縄旅行に行った時、市場で撮った写真ですと、うん、はい、見た瞬間思わず笑ってしまいました。どうぞ。グラさんが、たまに沖縄にこういうやついるけどね、市場とか行ったらね、めっちゃピースしてるじゃん。だから沖縄の完全にピースでしょ、あれ。ね、レーザーラーもいるし、ね、フォーってしてるよ。フォーってすごいね、うん。面白いですね。どこで撮ったって？沖縄。沖縄だ。沖縄、沖縄の市場ってさっきから言ってた。ごめんごめん。ちょっと全然聞いてない。はい、次。じゃあ続いて、ちのさん。ちのさん。東京都の方、いただきました。はい、ケンタロウさん、ケント君、マオ君、ギリモニです。先日、トルコ旅行でのハッピーをお裾分けします。うん、写真はこちら。うんうん、おー、すごいね。めっちゃ綺麗だね。これすごいわ、これはすべてランプなんですが、一、うん、つだけでも綺麗なのにここまであると圧巻でした。気持ちが沈んでいるときにこれを見ると写真なのに明るく照らしてくれる気がします。これからも番組応援してますということです。いいですね。トルコ旅行、これトルコ行きたくなるね。これ行きたいね、うん、なんかクリスマスのイルミネーションじゃないけどすごい綺麗だね、うん、ねえ、すごいわ、うんうん、何なんだろうね、ランプ屋さんとかなのかな、うん、ねえ、面白いね、いろんな国があってね、行ってみたいですね。はい、はいはい、続いて、さあ最後のメール、最後のメール、七瀬さんからです。はい、かねちゃん、けんと君、ゲストの真央君、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつも楽しく放送ありがとうございます。はい、皆さんは花粉症大丈夫でしょうか？私は、うん、やばいです。うん、さて、私がこの写真、この放送を見ているのかは分かりませんが、分かんないんですかね。見ていていただけたらね、よかったら。この写真を送らせていただきます。うん、この写真は私の志望校の合格発表の紙です。写真はこちら。はいはい、うん、たくさんの人が受かりました。うん、皆さんは高校入試の時の思い出は何かありますか？うん、ハッピーになれるかはよく分かりませんが、送らせていただきました。では、お仕事頑張ってください。はい、はい、ペロ。ありがとうございます。うん、そういう時にテヘペロ受かったのかな。そうなんだ。この人は受かったね。ナナさん受かったんですかね。受かってなくて送ってきたら嫌でしょ。絶対ハッピーじゃない多分。そうだよね、うん、受かったんですよ。これもね、話でしょ、うん、ハッピーじゃない話ならあるよ。お、うん、いやもうハッピーじゃない話、ね、あのね、すごいのがね、うん、まあ僕高校入試で、うん、あの一番の志望校は落としちゃったわけですよ、うんうん、なんですけど、うん、まあ本当同じ番号が書いてある看板見に行くじゃん、うん、見に行ってさ、自分の部分ねえじゃん、うん、うわ、ねえわと思って帰ってる、うん、普通に一人でもバッて帰ろう、帰ってたのね。で、うん、その時唯一あの聞いてた音楽がふふちるさんの、うん、あのなんだっけ、ノットファウンドっていう曲だったの、うん、ノットファウンドって、うん、見つからないとかそういう意味があるの、うん、何このタイミングみたいな。そういうことみたいな。そのオチやランダムで流してんだこっちは。ランダムでね、千何曲あるうちの、はいはい、ランダムで流してその1曲が当たっちゃったんだよね。はいはいはい、見つからない。そう、まあケントは人生もね、いまだにノットファウンドですけども。いや、ヘリウムなのかね。このね、この番組でもね、うん、その自分のキャラを見つけてほしいなと思います。はい、唯一あるわ。はい、ということで、座布団1枚以上、メール、ありがとうございました。はい、はい、ということで1時間にわたってお届けしてまいりました、ギリギリモーニング、はい、お別れの時間が、お別れの時間近づいてまいりました。はい、最後にですね、順番に告知をしたいと思います。まずは、はい、じゃあ真央から。はい、僕から、はい、いきます。どうぞ。
これ5月ですね、主演舞台の、はいはい、漫画が原作になってるんですけれども、うん、ワーキングという舞台に、出演します、はい、日程がですね、5月の11日から20日です、はい、全労祭スペースゼロでやりますので、ぜひこちら、ちょっと先ですが楽しみにしててください、うん、お願いします、はい、お願いします。そして、ミュージカルホワイトタイツ、こちらですね、5月の2日から6日、シアターサンモールでやります。これはですね、ヤンキーが、クラシックバレエに挑戦するという、コメディの作品となっておりますので、はいはい、ぜひこちらもお楽しみに。そして映画武蔵野線の姉妹という映画に出演します。こちらはまだ日程とか決まってないんでね、詳しくはアメーバ、僕のアメーバブログで発表するので、こちらもぜひチェックしてみてください。お願いします、はい。そして最後、僕とカネちゃんも出演する舞台、うん、新選組ピースメーカーに、出演することになりました、うん。こちらですね、4月の、12日から15日から、22日までです、うん。これはですね、再演ということで、本当に前作以上となっております。絶対に楽しい作品となってますので、はい、ぜひこちらも楽しみにしてください、はい、お願いします、はい。ニコニコ動画で生放送もやるんでね、うん、やります。こちらも、はい、劇場に来れない方は、ね、はい、見てください、見てください。で続いて僕からの、告知です。うん、合唱ブラボー、日替わりゲストということで、僕は、4月12日19時の回のみ、ゲスト出演することになりました。ぜひ、見に来てください。お願いします。続いて、バンダラコンチャ、ハグステレオサウンズということで、5月26日から6月2日東京公演のですね、紀ノ国屋ホールにて、うん、うっちゃんなんちゃの南原さんや、近藤義正さんなど、豪華な、出演者陣がいます。ぜひ、見に来てほしいなと思います。あと佐賀公園と山口公園も ありますので、山口は僕の地元なんでね、ぜひ、遊びに来てください。お願いします。はい、はい、続いてケントから。はい、どうぞ、うん。ミュージカル箱置き斉藤はじめ編、春田佐野助で、はい、やりぶん回しまくっちゃいますんで、4月の27日から5月8日までサンシャイン劇場で待ってます、はい。佐野助といえばね、うん、佐野助といえばね、まあ、小野さんみたいな、ね、ところがあるんで、はい、というわけで、ミュージカルコードギャス反逆のルルーシュ、玉木慎一役で出演させていただきますので、うん、こちらの方もよろしくお願いします。なるほど、はい、はい、以上ですかね、うん。はい、ということで、はい、真央どうでした？いやあっという間でしたね、本当に、楽しかったですよ。ゆるいやろ。ゆるいですね。ゆるかったね。まあまあ、いやいやいや、口の横にちょっとだけさっき食べたデザートちょっとついてる。もう本当にね、かねちゃんが最近ね、僕を潰しにかかってきてるんですよね、うん。なんかね、いじめるのがね、生きがいになってきた。いやでも本当に今日楽しかったです、うん、ありがとうございました。また来てください。はい、はい、ということで次回の、ギリギリモーニングの、放送情報は、ニコニコ動画の生放送で情報を更新しますので、ぜひ、そちらを見てきてください。この後ですね、プレミアム会員限定の、おまけコーナーがあります、うん。今回はなんとエチュードじゃないとか、お、はい、そちらも、楽しみにしておいてください、はい。ということで、今回のギリギリモーニング、お相手は羽崎健太郎と小野健人とゲストの浜尾京介でした。はい、ペペペ、ありがとうございます。ありがとうございました。